はい、どうも、ひまわりマサでございます。今日もですね、今仕事の昼休みである、シーンを撮りたくてですね、ある場所に向かっていこうと思います。それはですね、この商店街が一望できる素晴らしいスポットがありますので、そちらにですね、ちょっと交渉しながら向かっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。今日持っていく機材が、はい、まず、シルイの、トライポッド三脚、自立型の三脚、これお気に入りなんですよね。ここを緩めることによってここが回るんですよ。なので三脚にして固定してもパンがしやすい。はい。で、こちら、まあ僕ですね、浦西さんのこの、黒、これ使って、いつも三脚部分、雲台部分は取り外せるようにね、して、いろんな、例えばここにジンバルを乗っけたりとか、いろんな、あと、よいしょ、ライトとかね、で、乗っけられるようにします。で、ここでロックがかかるので、これでもう取れません、絶対ね。はい。で、これがまあ2900円ぐらいで買った雲台。これね、重いのも乗っけられるのでめっちゃいいです。はい。で、バッグの中身が、あ、これあの、ゴトックスで、ライト買った時についてるバッグがね、とても便利なんですよ。持ち手をですね、このピークデザインのグライド、スライドかを使うことによって取り外しを自由にしてます。はい。で、これを開けると、はい。ジャキーン。はい。まず、はい。G マスター2470。今撮ってるのがタムロンの 1728mm。まあ、行ってみてどっち、広角で撮りたいときはこの、1728mm 使って、ちょっと望遠鏡を使いたいときはこの 2470mm を使いたいと思います。はい。で、あとフィルター類。これ、K&F コンセプトさんのブラックディフュージョンフィルターが4種類今入ってます。はい。これもですね、やっぱり光がある部分ではですね、このブラックディフュージョンはすごくドラマチックに撮れる感じがしますので、僕は使っています。はい。で、まあ、手持ちで使うときは、トップハンドルつけていこうかなと。はい。で、これが外部モニターだね。フィールドワールドの、4.7 インチの外部モニターが入ってます。で、これが、まあ、三脚、開けるのめんどくさいんで、撮ってるとこも撮りたいなと思って、いつも忘れてしまうんですけども、スマホ用の三脚が、三脚が入ってます。で、これ、まあ、一応ね、レンズ交換するときに、このスライドを使って使うときなんかは、これを使って、レンズ交換をしやすくするため。多分今回は使わないかな。はい。ってな感じの、よいしょ。はい。ってな感じのですね、セットで今日はですね、撮影していきたいと思います。まあ、この一脚使うんで、割りかし固定した映像を撮っていこうかなという感じになるかなと思っております。それは行ってみましょう。はい、これがこの間撮影させてもらったフルーツ高林さん。ほんとね、ブレーメン通り商店街の駅前なんですよね。はい。で、この駅からすぐここ、今日の撮影の舞台は、この屋上から撮りたいと思います。イエイ。こんにちは。おはようございます。よいしょ、およーす、およーす、わぁ、マジ使いただきます。やった、おざす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 、まあね、取らんねやろ。今日の一言、3、2、1、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、いやー、いやー、よいしょ、うわー、あったか、やば、いいよなこれ、ふいしょ、あれ、うわー、きゃー、うわー、よいしょ、こっから今日は撮っていきたいと思います。うわうわうわ、濃すぎ。I've been thinking
街を撮り続けるのか。